中国の書店では中国の書店の歴史、文化について外観する。中国は特に充実した書物文化を持つ地域の一つであり、その流通を助けた書店も中国において特筆すべき発達を遂げた。中国において書店は書士、書林、書道、書区などとも故障され、その商人は書家と呼ぶ。また民間の書店によって出版された営利出版社は 傍国本、傍本、書棚本と呼ぶ。もともと古代には蓄木の書物や布の書物が用いられていたが、五感になって紙が発明され、簡便な筆記材料が提供されることとなった。五感になると、太学で学ぶ者は3万人を数え、読書人口が増加し、書物の需要も高まった。こうして書物の流通量が増加する中で、 これを商業として生業にするものも現れるようになった。中国における書店が文献上最も早く確認されるものは、前巻末の用有の方言悪編であり、ここに書士という語が見える。また、古刊書、大三鶴伝には書店にまつわる逸話も記載されている。家貧しくして、長なく常に落葉の獅子に遊美、売るところの書へし、 一見してすなわちよく小屋し、ついに収入百科のことに広通す。汎用、五感書、大光る列伝、大光るは、家が貧乏であったため、市場の書店で販売されている本を立ち読みし、一見して、記憶暗唱して、学問に広く通じるようになった。ほか、同じく五感の流量は、幼少の頃に父を失い、書を売って生活費を稼いだという。ただし、 これらの記述により書物の販売が館内から始まっていたことは明らかだが専門書店が存在したかどうかは不明である。印刷技術の誕生以前は書物はすべて写本であり商業出版は自ら書写して自ら売る方法で行われた。よって書物を大量に生産することは難しかった。古刊では半個の一族や西洋の蔵書が有名であったが、 どちらも国家より受けた恩典である。個人での蔵書は例が少なく、紙を存分に用いることが難しい時代であった。原本、玉編石山寺蔵、東方文化学院営院、東院、進む、南朝僧の頃も文献に、書詞、書保という言葉は散見され、南朝、清、梁の頃になると金銭によって書物が動く、具体的な記録が増え始める。 その例が、雇い書で、公的な雇い書きは、官内から見受けられるが、民間における雇い書きが始めるのは、新大英語である。東高景の父の唐田田しだからや、北儀の龍薫などは、雇い書によって生活費を稼いでいた。また、増殖し入れして、金銭を得た例もある。南北朝時代の後半期になって、書籍の流動性が高まり、 書籍の売買を専門とする書店が出現したと考えられる。遂の文定によって科挙が開始されると、その対策のための受験参考書の需要が急激に高まった。この傾向は8世紀後半から顕在化し、特に辞書である極編、陰文試験に役立つ印書の当院は世間にかなり多く流通していた。9世紀半ばになると、 書者する方法では需要をまかないきれなくなり、玉編や、当院は印刷されるようになった。これは、日本の仏像である周衛が記録に残している。これに伴い、はっきり記録に残る書店も登場するようになる。白行館のリアデンには、長安で受験勉強のために、書店で書籍を揃える逸話がある。同じ頃の詩人であるリオンは、落葉の書店に言及している。 この頃商品とされた書籍は、当院、先金方などの実用書がほとんどである。商業として成立するのは、幅広い層に、需要のある実用書に限られ、閉鎖的な貴族集団の中でのみ必要とされる古典文献などは商品にならなかった。全体の流通量としては、宋代以降に比較すると、微々たるものである。生命浄化と北宋の首都開封の賑わいを描いた 五漢書南宋の昇降年間に、江南東寺の天文史によって出版された完成の本。中国において本格的な書店が登場したのは宋代である。宋代になると、次第部の社会進出、家居受験者の増加、木版印刷の実用化を背景として、書籍の需要と供給が増加し、商業出版が大きく発展した。北宋の首都の開封では、昇国寺で、 書籍、古董書画の定期誌が開催され、賑わいを見せていた。また、記念5年には、日本の仏装の常人が、刺繍林外剣の不詳王子の市場で仏典を購入している。当時出版が盛んであった地域は、公衆、四川、福手であり、特に、福建の浅沙穂は広く流通した。浅穂は、質は粗悪なものであったが、低価格であり、 比較的多くの人が入手することができた。朝廷や官庁によってもたびたび出版事業がなされたが非常に高価で身分や地位のないものには無縁の存在であり文化の底辺を広げ支えていたのは某国本であった。営利出版業界では徐々に業者間での競争が生じ、経費削減、低価格化に努め、また見かけを魅力的なものにするなどの工夫が凝らされた。 南宋に入ると出版はさらに活動の幅を広げ、一種の新聞が登場し、科挙の合格者速報が印刷された。また、地方の書家にも有能なものが現れ、蔵書事情に精通し学者や文人を助けるようになる。例えば、更新学きの全集を刊行する際、その定本を入手するために、地元の臨書書道の高勝脇の協力を得た。他、首都公州には、 チンという有力な書家がいて、文人に書籍を貸したり、その蔵書を買い取ったり、また自身で出版したりした。総代を通して、書店と書家は、次第部、文人の活動に対応しながら、大きな成長を遂げていた。ただし、総代においては誰でもいくらでも本を買えるという、状況だったわけではなく、また、営利目的で出版される書籍も多くは、科挙などを商店に当てた。 実用書であった。古典文献を含めた書籍全般を入手しようとすると、相変わらず電録が主流である。次第部の台頭により、貴族の学問の独占は破られたが、書物が大衆にまで大規模に広がったというわけではなく、あくまで次第武装に放出するものであったと言える。古刊名誉、文層名一万歴七年版京都大学、付属図書館蔵元から、 民の聖火年間までは出版は全体的に低調であったが、民の工事、聖徳年間に大きく発展し、火星年間になって新時代に突入する。この頃から紙の大量生産と大量消費の時代に入り、新しい本の価格が下がり、本の勧告、印刷も現代人が町の印刷屋を利用するのと似たほどに普及した。これにより、書籍は都市住民の多くにとって、 手の届くものになった。16世紀前半まで、亡国本のほとんどは、府県のものであったが、徐々に、江南の営利出版も、盛んになった。16世紀後半の文人である、港王林は、出版に引い出た地域として、呉、古史、の三地域を挙げている。また、南京、北京、蘇州、広州などに、書店街が出現し、他にも、 ショートやオーフには国字法が存在した。各地に有名な書店も現れるようになり、古前本をよく取り扱い、国古館の出版事業を受け負った南京ののぶる古道や受験参考書や小説といった続書の専門業者である福建の余り像とはその一例である。16世紀頃になると実用書、続本のみならず古書、古典文献の販売も増えた。 例えば、聖徳年間に西洋門内に店を構えた王寮の書店では、四季、反疑い伝、千オットロンなどを出版している。また、古書の出版で、最も成功したのは、民末のもう進むである。彼は、地主の家に生まれたが、出版業に打ち込み、当初は親族に反対されたが、その出版事業が大成功した。彼の書店は、旧古格といい。 木版印刷の職人数百人を抱え、大規模な出版事業を行った。彼は同時に、全本の収集家としても知られ、千見マスラ著名文人や高級官僚とも交際があった。こうして書店が成長し、読書だけでなく古書出版を中心とする書店も現れた背景には、出版文化を需要する層の広がりがあったと考えられる。次大部のものであった文学、 自分がより広い階層へ向かったことが伺える。差し入りの縫い蔵小説も万歴年間に至って爆発的に出版が増えた。以前の社会的通念では絵の入った小説は続本の極みであり、子供や不女子の読み物であるとされていた。しかし、徐々に富裕層の商人や詩人に歓迎されるようになり、方針演技や春秋列国詩伝などが出版された。 英理の本も数が増えるに従い、むしろ非常に整備で高級なものも現れ、ハッシュガフや、清恵祭館、孫行き、百花ランチクップといったものがあった。これらは、俗なるものとして批判されながらも、徐々に受け入れられるようになり、英理の俗本を尊ぶ、蔵書家も現れるようになった。出版文化が広がるにつれて、以前は、専門業者であった、書家に、 儒家の教養を持つ者も現れるようになった。当院で有名な敏人氏は、継書の批評書を出した。また、両毛髪は、自身が官僚であり、経学著作や、詩集も残し、大幹との交際もあったが、同時に書家であり、続本の販売を行っていた。名詞として知られる、沈次呪は、一流の文人であったとともに、珍しい随筆を集めた。 宝かお堂飛球などを出版した。典型2年の短歌である、陳一鈴も、有名な文人、官僚であるとともに出版事業を手掛け、史実願史実願項目、大学園技法などのほか、後に禁書となる、理託後、蔵書、俗蔵書を出版し、よく売れたらしい。古書ではない、新たな営利出版でありながら、学術的、 資料的価値を現在でも高く評価されているものに、陳氏流らの巧妙行余分編が挙げられる。また社の有力者である陳氏の本は受験参考書としても用いられると同時に、滅亡に近づいていた民末における形成の書として受け入れられた。営利出版が広がるにつれて、客の購買意欲をそそるための様々な工夫が凝らされるようになった。 その方法の一つは、新発売の本が、今までにないものであることを、本のタイトルで明示することである。例えば、関本三図十個と十位互外中天候証書という、タイトルは、漢本は、国古間で用いられる権威あるテキストであることを示し、三図は、経図、地図が付されていること、十言は、証書の、同じ句を解説すること、十位は、証書の似た。 意味の句を解説すること、互い中は、証書以外の古典の似た意味の句を引用すること、伝行は、句典を打ち、皇帝が施されていることを意味する。つまり、本のタイトルによって、この証書は普通の証書の本とは異なるのだ、ということを宣伝している。このような手段は、特に英理出版と関係が深い擬曲や、通俗小説においてよく用いられた。 以下の例がある。これらは、新編、新国、新の名を冠してこの度、新しく勧告されたことを宣伝し、定番、京本は、首都観光のテキストに基づくことを強調している。こういったタイトルの就職は、あくまで宣伝目的であって、実態を反映しているとは限らない。また、権威あるテキストであることを強調したい場合、逆に、古いテキストであることが、 宣伝文句として用いられる。以下の例は、新刊であると同時に、古本に基づくことを強調するタイトルの例である。書店が、宣伝目的で自家が出版した本に、他の販売所の一覧を載せることもあった。北京の王領が、昭徳16年に刊行した文宣には、自家出版書である、草原版の本国七種、古版の重国七種の一覧が付されている。 秋夜になると時代が進んだことで古い時代の本に対する骨董品的価値が上昇し特に草原版は一つで数年の生活費に相当するようなものも登場するそこで実際には新しい本を古く見せかけるため書籍の内容が改変されることもあった一例が1928年に上海商務委員書館から営印された 名工寺本三国史通俗演技である。これは三国史演技原存最古の漢本であると献限されていたが、実は火星31年の漢本から火星の序文を削除して古く見せかけようとしたものであった。人気のある文人の場合は著者が感知しないままに勝手にその人の本が印刷され、海賊版が作られることがあった。例えば北曹の文人であるは、 自らの私文に調停を阻止るものがあると訴えられた。際、その本の出版は自分は感知しないものであると弁明した。ただし、創職も無断出版を全て嫌っていたわけではなく、実際に無断出版が彼の作品の流伝に果たした役割は大きかった。書店は利益を大きくするため、文字を小さくする、本のサイズを小さくするなどの方法を用いて一冊に、 使われる紙の量を減らそうと試みた。このような障子本を幅箱本という。出版が普及し書籍が大量に流通することが支配層にとって弊害となる場合もあり、対外機密の保持や異端の説の排除のために国家によって出版規制がかけられることもあった。古くは、党の文宗の山と9年、政府が小読みを反復する前に私的に制作された。 暦を印刷することを禁じた例がある。また、北宋の応用を治むは、出版業者や書店の統制策を唱え、検閲による出版規制を求めた。11世紀以降、書籍の検閲と書店への制限は繰り返し行われた。独占的な出版の権利保障、本国の禁止を定めることは、草原の頃から存在する。ただ、 いずれも一般的な判権保護を定めるものではなく、有力な詩人が官庁に願い出て個別の出版に対する判権保護を求めるものであった。しかし、経営規模の大きな業者が登場する民末になると判権意識が高まった。例えば、与蔵とは勝手な本国を強烈に非難し自らの判権を主張した。また、陳志流らが育社を結成して制作した文集は、 あとに業者が本国したが、この際には、対価として金銭を支払ったらしい。営利出版が広がるにつれて、著述を制御として生活する者も,も現れ始めた。売文化は、古くから存在するが、それはあくまで個人に対して、電気や博士名を書き、その執筆量を取るのであって、付近の人に寄生したものである。 秋代後期になると、売れっ子の専門家として知られたもぐさみなみえなどが現れた。また、また社のメンバーも、経済的に苦しい場合に、下挙答案の評論を行い出版して、資金を得た。単調論文、解説。ありがとうございます。